宮廷舞踏会の様子。画面中央の白ひげの男性が、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世宮廷、舞踏会音楽監督は、オーストリア帝国、オーストリア・ハンガリー帝国において、宮廷舞踏会のために存在した名誉称号。1846年1月7日、時のオーストリア皇帝フェルディナント一世に対して、ヨハン・シュトラウス一世は、宮廷舞踏会音楽監督という称号を、 くれる要所感で求めた。そして同年1月24日、この称号には何の給与も報酬もつかないこと、宮廷舞踏会の指揮を引き受け指揮することについて、独占的な権利を付与するものでないことを条件として、聞き入れられた。これが宮廷舞踏会音楽監督の始まりである。第一次世界大戦に敗戦して帝政が崩壊する1918年まで、 名目上は存続したが、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の年齢を考慮して1911年を最後に、宮帝舞踏会は開かれなくなっていた。最後の宮帝舞踏会音楽監督、CM ツイーラー AB ケンプ P57、ハット AB グリセールイコールペカール P92 から93。ありがとうございます。